なんだよなんだよ、こんなとこでやめちまうのかよ。俺はまだ食い足りねえぜ。よさないかアポロ。誰もがお前のようにタフなわけではないのだ。そうよ、アポロと一緒にしないで。バカ力でコントローラーを壊したシルビアには言われたくねえな。妹を侮辱することは許さん。神経質にリセットを繰り返してるシリウスにも言われたかねえ。お兄様、リセットプレイは往生際が悪いとおっしゃっていたのに。うん、画面の前のお前は好きなように遊べよ。本当はまだまだ食い足りねえんだけど。それじゃまたな。なお、お疲れさん。あ、ゲームを中断するんですね。お疲れ様です。何事もやりすぎはよくありませんからね。ゆっくり休んでください。それじゃあ次はなまった体を動かす番だぜ。え、そんな、プレイヤーさんは疲れてますよ。休ませてあげましょうよ。仕方ねえ。おいお前、たまにはサッカーでもなんでもいいから運動しろよ。ちゃんとした手順でゲームを終了したのね。珍しいわ。せっかく来てくれて悪いけど、私にできるのは予言だけ。それじゃ行くわね。立ちふさがるは資金不足、救うは自身の幸運、傍らには祝福の神、運を身につける精神の力。私に見えたのはこれだけ。それじゃまたどこかで会いましょう。うん、こんな場所に送り込まれるなんて、なんて不幸なのかしら。バカ者。出番があるだけありがたいと思え。人の記憶から消えてしまうことこそがこの場合の不幸。そうだわ。不幸を自分の特徴として生かせば、ずっと誰かに覚えていてもらえる。長所は短所にもなり、短所は長所にもなる。心せよ。はい、ありがとうございます。プレイヤーの諸君、今言った通りだ。心に留めておけよ。羽なしの力では限界みたいだ。もっと遊べばいいのに。絶対これから楽しくなるよ。これ双葉、無理をさせて羽なしを疲れさせては、良質のプラーナが得られなくなるでしょう。我々にとっては貴重なプラーナ源なのだぞ。ゲームを遊びと勘違いするな双葉。モロハ殿、ゲームは遊びです。手前こと桂木家、先走ったせいで得意点なんかになっちゃってもう大変。おかげさまであれやこれやと引っ張りだこで、女の子だけじゃなくいろんな軍隊にまでモテモテ。次回スーパーロボット対戦 Z カムバックプレイヤーってわけで、早いとこコンティニューして俺を助けてくれよ。女の子以外に追っかけられる趣味はないんだからね。はあ、俺もとことん不幸だよな。なんでこんな世界になっちゃったんだかって、俺のせいか。無責任だな、得意点。貴様がそのような男でなければ。母は、アテナ、俺はいつだってティナを忘れたことはないぜ。そうでしょうね、そうでしょうね。この前だってその前だっていつだってティナってつぶやいてるものね。ゲ、ミムジ、あ、だからね、そういうことじゃなくて。ゲなんて大嫌い。知らないわ。もう自得だ。貴様のような軽い男にふさわしい。なんでこうなるの。プレイヤーのみんなも口には気をつけてな。どうも皆さん、エマーンの大将をやっておりますグローマのチーフシャイア。今後とも私たちグローマをご贔屓に。こんな時まで宣伝会。やれやれ、エマーン人ってのは本当に商売人かたぎなんだね。あらけ、こんな時ですもの、挨拶はきちっとしておかなきゃ。では皆さん、よろしくお願いします。ゲーム終了時によろしくしてどうすんの。ではプレイヤー様、またお会いしましょうね。そう、ここで終わるの。そうは
ーさせない。この私、ロジャー・スミスがゲームを続けさせてみせよう。プレイヤーの諸君、まだ戦いが終わっていない以上、ここでゲームを停止するのはフェアではない。そもそもこの戦いは強引な展開。今回も交渉は失敗ね。アルトロシー・ウェインライト、少し休むべきね。プレイヤーもロジャーも。では、おやすみなさい。私の名はロジャー・スミス。パラダイムシティだけでなく、このスーパーロボット対戦 Z においても大切な仕事を受け負っている。仮に私がここでロジャー・スミスを演じているに過ぎない俳優だとしても、君が私をロジャー・スミスと呼ぶ限り、私はロジャー・スミスなのだ。これからも私がロジャー・スミスで居続けるためにも、必ずゲームを再開してくれたまえ。それが私自身のためだけではなく、君自身のためでもあるのだから。エイジ、エイジ、ほら、画面の前に人だ。ああ、プレイヤーだろ。さっきまでゲームやってたんだから、いて当然だっつうの。そうなんだ。みんな、プレイしてくれてありがとう。僕、みんなに出会えてとっても嬉しいよ。また会えるよね、必ず。俺からも頼むぜ。まだ悪党どもの手から地球を守りきっちゃいないんだからな。それじゃあ、また。お疲れさ。こんなところで中断して、その間に敵が攻めてきたらどうするのよ。ルナ様、電源がオフになっている間はゲームが進行することはないので、そのような心配はなされなくても。え、そうなの？そんなの常識でしょ。少しはリールみたいに落ち着きなさい。でも私はこのまま画面の前の皆さんが再会してくれるかが少し心配。じゃあプレイヤーにメッセージをくれて。行くわよ、みんな。スーパーロボット対戦、プレイ。次回も皆様のプレイをお世話します。もう、こんなところで中断して、その間に敵が攻めてきたらどうするのよ。ルナ様、電源がオフになっている間はゲームが進行することはないので、そのような心配がなさらなくても。え、そうなの？そんなの常識でしょ。少しはリールみたいに落ち着きなさい。でも私はこのまま画面の前の皆さんが再会してくれるかが少し心配。じゃあプレイヤーにメッセージをくれて。行くわよ、みんな。スーパーロボット対戦、プレイ。次回も皆様のプレイを